日常のすべてが学びになる。今回は知識共有プラットフォームブレインよりマーケティング大全知識ゼロから実践レベルへをご紹介します。このコンテンツを作成されたのはドリーマーズカフェオーナーのラテ王子さん。2年半勤めたサラリーマンを辞めて2020年8月にカフェ開業の夢を叶えるために独立されています。その1年後にはなんともう1日限定カフェドリーマーズカフェを東京の三軒茶屋にオープンさせていて、コロナがあったりとか台風直撃があったりとかかなりの悪条件の中たくさんのお客さんが来店されて大成功を収めています。ラテ王子さんは凡人でも独立ができたのは全てマーケティングのおかげだとおっしゃっています。インフルエンサーに勝てる影響力もない、大企業に勝てる資金力なんてあるわけない、大きな能力もない、何一つない状態、それでもマーケティングの力が独立できる状態へ導いてくれた、全てマーケティングのおかげだとおっしゃってるんですね。カフェオープンがうまくいったのもマーケティングのおかげです。実際お店に来店された方の 50% 以上がツイッターから、 10% ほどがインスタグラムからのお客さんでした。改めて現代における SNS を使ったマーケティングの凄さを体感されたそうです。ただ今回の教材 SNS を使った具体的なマーケティング手法については触れていないんです。なぜなら SNS を使った具体的なマーケティング手法であれば他の方々がすでに SNS 上で発信されているからなんですね。じゃあ今回の教材では何が学べるかっていうと、リアル店舗を体験したラテ王子さんだからこそ伝えられる SNS などのウェブ上だけでは気づけていないマーケティングの本質についてになります。大きな実績ゼロの初心者でも、そもそもマーケティングって何、マーケティングの間の字もわからない、そんな初心者でも実践レベルで学べる内容になっています。このリアル事業からの学びってめちゃくちゃ貴重だと思うんですよ。自分でリアル事業を立ち上げて学ぶってちょっとハードル高いじゃないですか。ネットだったら大きな資金もかからないし、ほぼノーリスクで気軽に試せるのでやってみようって思えることでも、リアル事業ってリスク高いし気軽に試せないじゃないですか。ネットショップだったら間違えたら気軽にアップデートしても、リアル店舗だったらちょっと難しいですよね。そんなリアル事業を通してのマーケティングの本質を学べるって、自分で体験するにはハードル高い部分をラテ王子さんの体験を通してこのコンテンツで疑似体験ができちゃうんですよ。しかも個人レベルのお話っていうのがこれまた貴重だなって個人的には思っています。だって例えばソフトバンクの孫さんからリアル店舗の話を聞いたところで、はあすごいって終わっちゃいますよね。もう持ってるものが物理的にも思考的にも違いすぎます。でもラテ王子さんはもっと私たちに近い存在、言うなれば先輩なんですよね。すでにマーケティングの本質を学んでリアル事業も経験したからこそ、より実践レベルでマーケティングを分かりやすく伝えてくれる先輩、それも初心者にもちゃんと寄り添ってくれて、これはめちゃくちゃありがたい機会です。コンテンツの内容は40分強の動画になっていて、7つの項目から語られています。1つ目マーケティングとは、2つ目差別化は大切なのか、3つ目マーケティングを攻略する3ステップとは、4つ目お客さんストーリーを描く、5つ目お客さんの心を読む4ステップ、6つ目購入したくなる3つの戦略、7つ目あなたの強みを発見する方法。動画なのも嬉しいポイントですよね。ながら聞きができるので、いつでもどこでも学ぶ環境が作れちゃいます。このコンテンツで学んでリアルでも生きるマーケティングの本質を理解できると日常のすべてが学びになっちゃうんです。電車の中、スーパーで買い物している時、カフェ行った時、歩いている時、接客を受けている時、世の中にこれだけ商品が広がっているのはなんでなのか、これだけたくさんの人に愛されているのはなんでなのか、リピートされているのはなぜなのか、学ぶことが日常レベルに無限にある状態なんです。そうなると無双状態ですよね。疑似体験がたくさんできちゃうので、加速度的にレベルアップしていくことが間違いないです。将来カフェを経営したい方、ウェブからリアルへと派生させていきたい方、リアルで使えるマーケティングを知りたい方、既存のビジネスをさらに成長させていきたい方、フリーランスとして個人で活躍したい方、これらに当てはまるようなクライアントへコンサルをしたい方、ぜひ参考にしていただきたいコンテンツです。概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひ見てみてください。